ゼルダの伝説シリーズ、ゼルダの伝説トワイライトプリンセス。ゼルダの伝説トワイライトプリンセスは、任天堂より発売された、Wii Nintendo Game Cube 用のアクションアドベンチャーゲーム。略称は、ドアプリ。ゼルダの伝説シリーズ20周年の節目となる2006年に、Wii Nintendo Game Cube 用ソフトとして発売。2002年に、GC で発売された、 風のタクトのトゥーンレンダリングを用いたアニメ調のスタイルとは打って変わり、ジノ・オカリナの路線を踏襲したリアルな世界が形作られている。開発中は120%のゼルダをというキーワードが掲げられ、シリーズ最高傑作を目指して制作された。GC 版は日本では事実上最後の GC 用ソフトとなった。ゲームメディア大手の1 up.com CVG。CV M. ゲームインフォーマー、ゲームズリーター、イグンやアメリカの有力紙ワシントンポストなどで、シリーズ最高傑作と評された。また X. プレイ、ゲイモトレイラース、一 up.com、M. スプイシーアワーズ、ゲームインフォーマー、ゲームスプイをはじめとする多数の機関で最優秀賞で、ある、ゲームオブザイヤーを獲得するなど、数々の賞を受賞した。また、w チャンネル、 みんなのニンテンドーチャンネル内のみんなのおすすめではシルバーランクを獲得している。本作の目玉として Wii リモコンを活かした新しい操作性が挙げられる。2011年発売のスカイウォードソードではさらにその操作性を推し進めている。2016年3月10日にグラフィックをフル HD 化した Wii 有用ソフトゼルダの伝説トワイライトプリンセス HD が発売。 以降、突起のない限りオリジナル版である WGC 版について記述する。ハイラル王国の南に位置するとある村では自然の中で人々が穏やかに暮らしていた。そこに住む若者のリンクはある時ハイラル城に献上品を届ける役を担うことになった。出発の当日、リンクは幼馴染みのイリアたちと別れを惜しんでいたが突然村に魔物が襲来し、 イリアや村の子供たちがさらわれてしまう。急いで行方を探すリンクは、村の外れで奇妙な黒い壁を発見する。すると次の瞬間、リンクはその黒い壁の中にに引き込まれ、姿が狼へと変化、そのまま気を失う。気がつくと、狼となったリンクは、牢獄の中で鎖に繋がれていた。そして目の前にはそれを見て嘲笑う、謎の魔物の姿があった。 そのまもの、ミドナは、リンクを昭和化にしつつも鎖を切り、ある部屋へと導く。部屋の中には、黒いローブをまとった一人の女性が立っていた。女性は、ミドナに促され、ことの天末を語る。ハイラル王国に、影の世界の王、ザントが侵略してきたこと、王女の幸福によって、ハイラルが、影の領域になり民が魂と化してしまったことを、そして、 話をするその女性こそが、ハイラル王国の王女、ゼルダであった。ゼルダと別れた後、リンクは、光の四精霊の中の一体、ラトアーヌと出会う。ラトアーヌは、影の領域から、光の精霊たちを蘇らせてほしいと、リンクに頼み、リンクは求めに応じて、フィローネの森に光を取り戻す。影から解放されたリンクは、人間の姿に戻ったが、その身には、 緑の衣をまとっていた。蘇った精霊、フィローネは、リンクが神に選ばれ私勇者であると語り、ハイラルの命運をリンクに託す。こうして、リンクは、あるものを探しているというミドナと共に冒険することになる。本作の舞台は、ジノ・カリナで、ジノ勇者リンクが7年後の未来で大魔王がノンドロフを封印した後、本来の時代に戻ってきてから百数年後の、 世界という設定である。ジノ・オカリナのエンディングで、少年リンクが未来で起こる出来事を、少女ゼルダ姫に話し、ガノンドロフの野望を未然に防いでいる。同じく、ジノ・オカリナの続編と位置づけられる、風のタクトとは、パラレルワールドの関係となっており、こちらは、ジノ・オカリナの未来世界でガノンドロフが封印され、ジノ勇者リンクが去ってから数百年後の物語である。 時系列について、詳しくは、ゼルダの伝説シリーズ時系列を参照。トワイライトや影の世界の敵森の神殿ゴローン、鉱山固定の神殿砂漠の処刑場雪山の廃墟時の神殿天空都市影の宮殿ハイラル城本作では、通常の剣の攻撃の他に、奥義と呼ばれる剣術がある。奥義は、イニシエの勇者である、骸骨剣士から教わることで得,得できる。 技の中には、風のタクトや、不思議の帽子などに登場したものもある。奥義は全部で7種類だが、最初に、必ず覚える、とどめ以外は、任意で得することになる。スパイク TV ビデオ、ゲームアワーズ X。プレイゲイモトレーラースイッチアップエレクトロニック、ゲーミングマンスリーザ2007インタラクティブ。 エンターテイメントアソシエーションオブオーストラリアアワーズザ2007ゲームデベロッパーズチョイスアワーズスプイシーアワーズゲームインフォーマーゲームスプイニンテンドーパワーアワーズ2006ゲームフリークス365ゲームオブザイアアワーズ2006ベグコー2006ゲームオブザイアアーツフォートウェインリーダーザ2006コンソールゲームオブザイアールームアリポーターザゲームズオブザイアザ 4CR ゲームオブザイヤアー Year Hours m e ク、a c r i t i c The b オ s t v 2006ゴールデンジョイスティックアワード2016ディレクターは、ジノ・オカリナ、ムジュラの仮面、風のタクトに続き青沼英二が、プロデューサーは宮本茂が担当した。音楽は、ムジュラの仮面以来作曲、サウンドに関わってきた、ミネギシトールが、初のメインコンポーサーを務めた。開発チームは、 最終的には、任天堂の中でも、最大規模に近い100人強の人数となった。本作は当初、風のタクトのトゥーンシェーディングの素材を活用した、GC 用ソフト、風のタクトにとして開発されていたが、米国市場の動向を踏まえ、作風をリアルゼルダへと転換した。同時期に開発していた、無限の砂時計が任天堂 DS のタッチスクリーンを、 生かしたシステムだったのに対し、本作は新しい遊びが確立できない状態が続いていたが、2005年の E3 終了後、ディレクターの青沼英二は、宮本茂から Wii リモコンを使ったゼルダの開発の検討を持ちかけられる。実際に弓矢の操作に Wii リモコンの操作を導入したところ、新しい遊びが生まれたことを実感し、2006年末への発売延期と GC、 Wii の両機種での発売を当時の社長岩田聡氏が決断した。また開発当初 Wii 版のリンクは GC 版と同じく左利きの設定であったが2006年6月の E3 に本作を出展した際に多くの体験者が Wii リモコンを右手に持って振っていたことを踏まえより一体感を感じてもらうために Wii 版は右利き設定となった。ただ 一から作り直すとなると、同年の年末の発売には間に合わないため、世界のすべてを左右反転させることで対処した。本作はシリーズで初めてセロ、B に区分されており、コンテンツディスクリプターアイコンは犯罪となっている。理由は、ゲーム内において露店からこっそり商品を持ち出すことが可能な場面、およびコリンがキングブルブリンにより棒の先に吊るし上げられる。 イベントシーンの2点が犯罪コンテンツに該当すると判断されたため、ゼルダの伝説トワイライトプリンセス HD は2016年3月10日発売の Wii U 用アクションアドベンチャーゲーム。開発はオーストラリアの企業タンタロスメディアが手掛けている。第1報は2015年11月13日放映の任天堂ダイレクト内で発表された。Wii U 向けに 歴代のゼルダの伝説シリーズを HD 化する実験の中から生まれたもので、ゼルダの伝説風のタクト HD 完成後に制作が始まった。後述のように、ゼルダの伝説シリーズ関連のアミーボへの対応ほか、様々な変更、追加要素がある。通常版、ダウンロード版、スペシャルエディション版の3種類が発売。スペシャルエディション版には、 ウルフリンクのアミーボとサウンドトラックが同梱されている。2016年6月24日発売、ISBN978 から4から09から142174から62016年12月28日発売、ISBN978 から4から09から142314から62017年5月26日発売。 ISBN 978から4から09から142400から62017年12月27日発売 ISBN 978から4から09から142594から22018年8月28日発売 ISBN 978から4から09から142758から 八2 0 1 9年3月28日発売。ISBN978 から4から09から143017から。52019年8月28日発売。ISBN978 から4から09から143070から零2 0 2 0年3月27日。発売。ISBN978 から4から09から143164から。 62020年12月25日発売 ISBN 978から4から09から143258からにゼルダの伝説トワイライトプリンセス HD に関するカテゴリーありがとうございます